武器は爆発的な水中キック。ターン前は並ばれていても水面に上がった時にはリードを奪い返します。そこには秘密の特訓がありました。取り出したのは重さ5キロの樽。これを放り投げました。さらに重さ280キロもある巨大なタイヤをひっくり返したり、ハンマーで叩いたり、一見原始的にも覚えるトレーニングの数々。2008年以降欠かさずに練習してきました。ロッテはこのトレーニングをこう呼んでいます。 Strongman. Strongman. 力持ちの世界一。